正面に敵戦車。了解。発砲確認。開いた。ちょっと待った。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット、今回も視聴者さんからリクエストをいただいた戦車を作っていこうと思います。みんなありがとな。リクエストはリニーでチャンネル登録をしていただき、概要欄にある作れる戦車の項目を確かめてからコメント欄に書き込んでくださいね。それでは作っていきましょう。それでどんなの作るん？イタリアが1930年代に作った豆戦車 L3 ね。豆戦車。その中でも20ミリ対戦車ライフルを装備していた L3-33CC というタイプを作ろうと思います。ほう。参考資料を出すとこんな感じです。カクカクした感じの小さい戦車か。人と比較するとこうなります。これ遊園地にあるレベルの大きさやで。では、車体の色はこんな感じにして作っていきましょう。いつものように履帯を作る様子を見ながら、右上の画像でどのように分割して作っていくのか紹介します。一つの立体で作るんやなくて、パーツごとに区切った方がええってやつか。その区切り方をどうするのか、案は複数あるのですが、今回は大きく4つに分けようと思います。車体と戦闘室、方針がついているところとフェンダーやな。このように分割して作る理由は、車体のサイズ感や戦闘室の位置を調整しやすくするためです。作るの難しい気するけど。そう思うんだけど、分割して作った方が作りやすいね。はい、履帯はこんな感じで、次に車体を作ります。車体を作るには細かく区切って頂点や辺、面を移動することになるのですが、細かく区切りすぎると左右対称にできず崩壊することがあります。別に作ってパーツを組み合わせた方が事故も防げるってことか。この方法で作る以外も問題になるのは戦車の容積と配置です。この3つにチェックを入れておくと自由に戦車を作れるようになります。これ設計は設計でどうすればいいのか、動画作った方がええで。多分ないと思いますが、需要があれば作ろうと思います。はい、ではまた尺が長くなりそうなので、サクッと作っていきましょう。今作っとるのは車体部分やな。パーツの配置位置を間違わないように、このようなものも作っておきます。横からの参考画像があればそっちも区切っておいた方がええな。スプリットで車体を分割。車体後部はこのように盛り上がっていたので作っておきましょう。そして、さらに縦方向に分割。この部分が屋根のように傾斜しています。遊民と平らにしか見えんで。とりあえずこんな感じにして、次に戦闘室を作ります。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、それではこの部分をサクッと作りましょう。これはスプロケットでは、砲塔として追加で乗せることができるパーツになります。いつも砲塔パーツって言っとるやつやな。これも車体と同じように自由に形を変形できるため、車体の装飾として利用することができます。多い時は60個とか乗せとる時もあったな。それ以外も車体のサイズを測る道具として使うことができます。サイズは右のインフォを見てくださいね。ちょっと見にくいけど高さは 1.3 メートルか。縦、横、高さはある程度正確に合わせましょう。はい、今回も 3D プリントのように下から順に作っていきます。このくらいならもうすぐに作れるな。そう思うよね。この時点ですでに混乱しています。くさ。どこがおかしかったのか、理由が分かったら点消しです。もう一回砲塔パーツを乗せて、頂点と頂点をいやらしくくっつけて、はい。先っちょをシュッと。後ろ側はこんな感じ。戦闘室の位置やサイズが間違っていないか確認。別々に作るとこれができるからええな。ここまで来るとあとは簡単。エクステンドで面を伸ばして、高さ 1.3 メートルまで伸ばします。面を傾斜させたら、装飾を仮搭載してサイズ感が大体合っているか確認。若干幅がおかしかったので修正。とりあえずこんな感じで戦闘室は完成です。みんなできたで。はい、次は方針がついているこの部分を作ります。これは見たことがない構造しとるな。ゲームで確認すると、この部分が首を縦に動かすみたいに動いて、こっちの丸いところで左右に動く感じだね。これで上下左右に動かしとったんか。もちろんスプロケットでは再現できないので、方針を上下左右に動かせるようにします。その先の方針がついていた丸い部分は、このような丸いパーツと、ぺったんこの円盤。ちょっと厚いぺったんこの円盤を入れて作っておきましょう。これも全部砲塔パーツの自作のものやな。円柱形状は多く使うので一つ作って保存しておくと便利ですよ。それでは方針を乗せていきます。
この戦車どのくらいの乗せとったん？砲弾の直径は20ミリ。20ミリって。実物では、ゾロターン S18-1000 という対戦車ライフルを搭載。薬莢を含めた砲弾の長さは21センチもありました。めちゃ大きいやな。全長から単純に薬莢の長さを引くと70ミリ程度になるので設定。最終的に右の画像のような性能になりました。貫通力は52ミリ程度か。これはあくまでこのゲームでの仕様であって、現実はもっとやばいことになるね。砲身は回転しないようにするため車体に搭載。装飾と同じように砲身を移動すれば完成です。簡単なんやな。それでは最後のパーツとなるフェンダーを乗せていきましょう。私みたいなプロは左右同時に作れます。正しくは形が簡単なので同時に作れます。車体幅に合わせた砲塔パーツにエクステンドで面を変調。編集しやすいように持ち上げて、不要な面をデリート。頂点を選択して、面を追加。内側の面を作る必要があるのでエクステンド。ちっちゃくして下方向にエクステンド。ガッチャンして。あとはエクステンド工法で面を延長しながら曲げていくだけです。内側はだらしなく伸びてしまうので、外から見えるようであれば頂点をマージでまとめておきましょう。終わったらガッチャンして完成です。みんなフェンダーできたで。それでは装飾を乗せていきます。自作は何個乗せたん？多分52個だね。52？ 先っちょは最初からある装飾。車体上面は自作の装甲板のようなものを入れました。この板系も形を保存しておいた方がええな。そしていきなりアバストのポップアップが出てビビる。電容に設定せ。この砲塔のところはピンクの子が好きな謎の配管をぶち込んでおきましょう。正しくは緑の子です。ライトは既存のもの。これは多分ドライバー用の覗き窓。前側は終わったのでリベットをぶち込みます。次は戦闘室上部。こんな感じで自作装甲板を加工して2つ搭載。ちょっと高さ持たせるのがええんやな。謎の装飾をつけて、円柱を加工してノブのようなものを作ります。ここのところか。大きく作ってからちっちゃくして設置。これを4個読み出して搭載。はい、こんな感じにできました。上手にできとるやん。次に戦闘室の背面。丸みを帯びた部分はもちろんエクステンドで作っていきます。この作り方便利やな。いつもは乗せない装飾も作りましょう。そして下側。どうしてハンマーを乗せているのか不思議に思いながら作っていたのですが。左の先っちょを見ると喋るでした。いや、これどう見てもおかしいやん。動画編集時点で誤りに気づきました。しかしちゃっかりと木の色にはしています。次に車両後部上面。ここにも装甲板みたいなパーツやな。ささっと長板みたいなものを乗せて。これは動力周りの構造やな。装甲板を並べてそれっぽいものを作ります。唐突に関西弁になるな。ここは既存の装飾で全て形を作りました。もっと増えるとええな、装飾系のパーツも。そして背面。ここにも普通の戦車にないような装備がついています。この丸っこいのなんなん？よくわかりませんが、ぺったんこにして。ぺったんこにして。ぷっくりと盛り上げて。ぷっくりして。改めてぺったんこにしておきましょう。こうやれば一つから作れるんやな。装飾はこんな感じに作りました。これだけでは寂しいので岩をコンコンするものを作ります。ツルハシやろ。反対側にはよくわからない謎の装備を搭載。これは何かな？ジャッキみたいな形しとるけど。塗装したらこの部分は完成。そして謎の配管ですね。どう見てもマフラーやろ。意味深に黒くして。車体と接続したら、いやらしく空中散歩しておきましょう。何の話や。それでは最後のパーツ、足回りの装飾。最近ここんところも作るようになったな。ちなみに天秤のサイズが異なりますが、ゲーム内では最小値となっています。履体のデザインは車体ほど大きく変更できんで。ここのところに三角形なものを搭載。後ろには読み出したものをつけて。中央には板状のもの。さらにこのようなものをつければ完成です。みんな完成したで。と思ったのですが、マフラーなどが消えていました。何してんねん。また妖怪の仕業か。だからどう考えても操作ミスやん。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量は 5.3 トン。これ今まで作った中で最軽量や。実際の戦車は3トンちょっとだね。めちゃ軽いんやな。装甲は天板が8ミリ、周囲は14ミリですね。ほぼツイートランのと一緒やな。主砲は105口径に10ミリ砲を搭載。105口径って、見た目を合わせたらこうなりました。最高速度は実物に近い値に調整しています。この戦車、高さが130センチくらいしかないので、このくらいのサイズ感ですね。
これ想像以上に小さいな。どのくらい小さかったのか分かりやすく比較してみましょう。ベタベタこれや。マウスのほうとうと比較するとこのくらいのサイズ感ですね。なんか中に入っててもおかしないサイズやん。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーね。了解。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。この戦車二人乗りなので、ゆかりちゃんは適当にリモートでやってもらいましょう。味方戦車めちゃ多いな。12両います。あかねちゃん発進。みんな行くで。おお、なかなかの快速戦車や。今回搭載しているのは 7.1 リッター V4 エンジン。重量は 530kg ですね。車体はいいとして問題は味方がちゃんと攻撃してくれるかや。設計は完璧です。そう言ってここ最近味方が戦っとるところ一度も見たことないで。実力を見ていきましょう。敵さんが出てくるまでカット。この戦車基本音波をされるから隠れながら戦うよ。そこの丘を使って敵さん狙う。ここんとこか。もうちょっと前進かな。了解。一時の方向に敵戦車。結構離れとるで。右から回り込んで攻撃するよ。こっちか。多分側面狙えるで。ちょ、どこから狙われたし。さあ盛り上がってきました。これどうするん。ここで仕留めるしかない。車体下部に命中、撃破。こっちも撃破されたで。ズンコ生きとるか。アカネちゃんバックじゃなくて前進。前進。至近距離で敵さんぶち抜く戦法で行きます。この機動力を使うんか。あっちょ、射撃ミス。揺れとる時に当てるのは無理やで。敵さん逃走開始。おお、混乱しとるで。よいしょ。敵戦車の側面走行を貫通、撃破。近づくで。おや、車体側面に命中。今がチャンスや。あー、燃えるか。敵戦車撃破。だから唐突に変な声出すな。三時の方向に敵戦車見えたで。高速接近開始。了解。敵の砲塔こちらを狙っています。アカネちゃん蛇行しながら接近回避。ちょ、これ味方戦っとらんで。味方の砲撃回数今回もゼロ。どういうこと。危ない。砲弾通過、まっすぐ進んでいたら撃破されていました。なーにゃ。ズンコちゃん側を貫通、撃破されました。これね、前も言ったけど敵の戦車両が私たちだけ狙ってくる。焦っかくてゆかりちゃん乗ってないのにどうしてだろう。敵戦車撃破や。敵の第一波全滅。第二波が出てくるまでカット。11時の方向に敵戦車。あれやこれドム2や。あら、また会いましたね。この戦車を作って遊んだ動画もあるので皆さん見てくださいね。さりげなく宣伝する東北ズンコ。てかここから狙って抜けるん。射撃ミス。まあ抜けるもんじゃないね。くらえ、アカネちゃんの。ちょ、さっきから何言ってんねん。奇跡的に命中、ダメージなし。これあかんわ。とりあえず敵さんが接近してくるまで待って、あとは機動性を生かして側面と背面狙うよ。了解。丘の上に敵戦車。よし、正面の味方戦車を盾にして接近。これ車線通ったら一発でやられるで。2時の方向新手の敵戦車。あかねちゃん右側先にやるよ。ポイント回避。射撃ミス。そのまま右側に回り込んで。これ攻撃されるで。敵戦車の視界には入っていない模様。全速で接近。砲塔戦隊ぶつかるくらいまで接近。めちゃ危なすぎや。機関通。敵砲弾車体の後ろ1メートルのところを通過。敵戦車炎上。中戦車撃破できたで。僕の戦車にすごく狙われてる。待て、これ出たら一発でやられるで。今こそ冷静になるべき。中時の方向から新手の敵戦車。これはまずい。めちゃ発砲しとるやん。敵さんがこっち来るまで待って。よし発進。みんな行くで。開いた。これどっかに敵いるで。ここで仕留めるしかない。敵戦車交代。このまま背面まで回り込むで。これどこに敵いたんだろう。アカネちゃん側の面から攻撃されました。ということは右側だね。ちょっとカットして高速接近開始。左側に最初いた敵戦車やな。このまま接近するで。砲塔戦隊ちょっと遅かったね。側面走行を貫通、撃破。みんなこのまま行くで。2時の方向に敵戦車。残り2両。これいけるよ。
左の離体切断、行動不能。かなり久しぶりに離体切断されたな。これどうすんねん。あいた。めっちゃ狙われとる。どうすることもできん。あかねちゃんとりあえずバッグ入れてみて。最初の頃にもこんなことあったね。あの第一回。あかねちゃん気合で接近するしかない。これ味方も動いてればちゃうと思うんやけど。カット。正面に敵戦車。なぜか砲塔が動いていない。チャンスや。よいしょ。側面装甲を貫通。後ろ回り込むね。あかねちゃんも分かってきたね。くらえ、お尻に積んだろう。貫通。あれ、お尻に積んだろう。本日2回目。敵戦車炎上。ここまで勢いよく炎でんやろ。開発者の趣味なのでご了承ください。待て、これどうするん。この部分だと多分攻撃しても撃破できないな。敵戦車の砲塔こちらに向いています。あかねちゃんバックして加速しながら接近。反対の側面に回り込むよ。これ一か八かや。よし行くで。よし、行けた。あかねちゃん主砲の近くまで。了解。あれ操縦がいつもとちゃうで。あかねちゃん遊んじゃダメだって。いや今のが遊んどらん。よいしょ。冗談。それにしてもすごいでかさや。全長10メートルあるからね。貫通。これ射高が低すぎて狙えんのか。そうみたいね。ちょっと位置変えるで。ではこれで終わり。側面装甲を貫通、撃破、勝利しました。はい、今回かなり機動性の高い戦車になりましたが、もっと強力なエンジン乗せたらどうなるか気になるよね。改造するんか。やり方は簡単。画面左上のところで世代を変更。あとはこのところを最大値にするだけですね。16気筒エンジンや。それじゃあ私はお花摘みに行くから2人で遊んでみてね。うん、ビット入れ。それでは私は報酬やるので試しに遊んでみましょう。行くで。ちょ、これ加速力が異常や。5秒くらいで時速 80km を超えましたね。あまりに危険すぎて汗が出てきそうです。無理に汗っかきキャラ作るな。このまま敵戦車に高速接近、一撃で仕留めてみせましょう。さすがや。ちょ危ない。正面に敵戦車。了解。発砲確認。開いた。ちょっと待った。ゆかり生きとるか。まあそういうこともあります。離体が壊れたので別の試合をしていきましょう。せやな。それにしてもすごい加速性能です。これあれや、新設計シリーズで出てくるとんでも系戦車や。実際に開発されていれば大きく変わっていたことでしょう。これ制御がまともにできんで。そこが今までの技術力でカバーです。なんや。これもうあかんわ。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。あれ、どうしたのかな。そんなボロボロになって。さっき作った戦車がいろいろひどすぎや。すごい速かったでしょ。離体切れてゆかり飛んでいくわ。地面に引っかかってまた飛んでいくわ。散々やったわ。それは大変だったね。今回は内部容積を無視して面白い戦車を作ってみました。ぜひ皆さんも軽くて速い戦車で遊んでみてください。ちゃんと設計した戦車であればかなり強いはずです。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方もぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。